実作品のようになる。例えばこんにちは。今から2月号の近代史文書の解説を始めたいと思います。はい、最根端というんですがの言葉ですね。最根端っていうのは、明代、中国明代、今からだいたい500年くらい前の、高次生という人が、記した本で、なんていうんですかね、諸生訓とか、そういった道徳とか、そういった言葉を集めた本になります。で、日本でも親しまれていて、田中角栄とか、がよく座右の銘にしていたなんて言われています。で、そのちょっとこの読み下しを書いてみました。では行きます。運筆はですね、単調じゃなくて緩急つけて方がいいなんて言うんですけど、緩急っていうのはゆっくりだったり速かったり、溜めるところがあったり、スピードを出すところがあったりっていうふうに筆運びで変化出すことによって、線もそれに反応して複雑な味わいになっていくという感じですか。お手本は最根端より、何々書くとしたんですけれど、まあ、結構スペース空いてるんで、こういう時楽観もうちょっと伸ばしたいななんて思う時は、最根端の言葉丸々書くとかっていうふうにちょっとこう楽観を伸ばしてあげるといいと思います。で、字形なんですけれど、漢字かなまじり書はどうしてもひらがなと合わせなきゃいけないんで、漢字もちょっとやっぱりこう漢字作品のようにはいかないです。漢字の部分がなんでちょっと、頭でっかちっていうんですかね。例えば花の草冠を大きく振ってみたり、この開くなんかもそうなんですけど、門構えのをちょっと大きく作って下のところをこうすぼめてみたりとか、あと半なんかもまあ足の伸ばし具合っていうんですかね。半なんて例えば伸ばしたらかっこいいななんて思うんですけど、胴体を伸ばして足はあんまり長くしないとかいうふうにちょっとこう重心を下げてます。飲むも例えば辺と作りで大きさを変えてみたりとか、ちょっとこっち上げてみたりとか、いろいろ考えながら工夫して書いてみるといいかなと思います。表彰なので作品じゃ展覧会に出品するような作品じゃないので、どんどん実験して、こんなのはどうだろう、あんなのはどうだろうっていうふうにやってみてほしいなと思います。